年を重ねる美顔は武器となるメイクアッププロデューサーのシャクです。はい、皆さんこんにちは。はい、今回は4月の私がねやっている肌のねお手入れを皆さんにご紹介したいと思うんですけども、4月ね5月になってくると紫外線がねガンガンだんだんね強くなってくる季節なので、もうここから紫外線対策って始まってます。はい、なので私はホワイトニングをね投入していくんですけども、今日もねちょっと花粉がちょっと敏感に反応していて、やはりねお肌も揺らいでるんですよ。なので美白にガンと変えちゃうと結構ね赤みが出ちゃったりとか痒くなっちゃったり、美白成分が入ってるものっていうのは結構ね刺激が強いものも多いので、こういう時期にガラッと変えてしまうとトラブルの原因になるんですね。なので少しずつ美白のね美容液だったりとか美白のものをいつものスキンケアの中に投入していくっていうのが一番ベストなんですよ。はい、なので私はちょっと敏感に反応しやすいわとか、私敏感肌なんだけどちょっとホワイトニングどうしようかなって悩んでる方は、まず保湿をしっかりした上で1つねアイテム入れていくとか、2つアイテム入れていくっていうことでどんどんね紫外線に強い肌を作っていきましょうということで、いつもの私のスキンケアと、あとプチプラでね紹介してくれってよく言われるので、プチプラだったらホワイトニングこのぐらいだったらいいかなって思うものを2つ今日ご紹介したいと思っております。では行ってみよう。はい、まずね美白はアスタリフトさんを結構支持をしておりまして、去年もね美容液を使っていて、ガラッと変えて新しいものを使うっていうよりは、やはりね最初のこの転換する時っていうのは大丈夫だったなっていう記憶のあるものを私は投入するようにしています。はい、でこちらのアスタリフトのホワイトエッセンスインフォルトっていう美白の美容液と、今回赤いシリーズね使ってたんですけど、ホワイトジェリーアクアリスタね、こちらの方がいつものシリーズの保湿の部分にプラス美白のね成分が入ったっていうことで、お仕事で使ってみたらすごいなと思ったので、こちらの2つ、いつもの副美水とねエッセンスミルクのところに投入しました。やはりプチプラでどうなのって言った時に、探しまして、これが良かったです。肌ラボ、前こちらの肌ラボの、こちらの極純のヒアルロン酸がたっぷり入ったプレミアムの方がすごいね良かったので、じゃあ美白はどうよっていうことでこちらの方をね探してた、結構仕込みとかねすごく評判が良かったので、こちらの方をちょっと買って少しねつけてみたところいいなと思いました。あと美白の美容液だったりとか化粧品の選ぶポイントなんですけども、シミに効くっていう形っていうのはブブーなんですよ。シミをね作る元を抑えていくっていう成分が入ってるものを今回ね選んでいただけたらいいかなと思っております。今から本当に紫外線を浴びると紫外線に反応してミラノサイトがメラニンをね活発に作ってシミの原因の元になっていくので、これを抑えていく、このトラミネキサム酸ってカンパンとかの飲むお薬とかにもあるんですけども、こちらの方が安いのにこれが入ってるってすごいなと思いました。はい、でこれを半々でねちょっとね見せていきたいかなと思っております。はい、先にこちらの方をつけていきますが、これ赤のシリーズからねずっと使ってるのでものすごいね気持ちいいんですよ。人型セラミドって言っても保湿のね作用もたくさん入ってるのに、美白の成分が入ったっていうことで期待しております。でまずこの状態、これは導入な感じなので、ここから化粧水になります。なので2つね化粧水の部分で入っていきますが、よいしょ、いつも使ってる副美水で、副美水もすごくねたっぷり入っててお値段結構リーズナブルだと思うんですよ私。なのですごく気に入っております。なんでかっていうと肌に優しい、塗り重ねていくとすごくね保湿力が上がっていくとか好きです。はい、はい、そしたらこちらの方の肌ラボの方ですね。でこちらもどちらかというとさっぱりしております。前回使ったものはとろーっとしてたんですけども、こちらのね青いシリーズね白順の方はさっぱりしていて、どちらかというと本当に保湿はねちゃんとあるんですけど、副美水に
少しねやっぱり質感はちょっと近くて、日焼けしやすいところは全部塗り上げていくっていうか塗り上げていく、うん、そうだね、塗り上げていってください。私は化粧水3回と言っているのでたっぷりね使っていってください。はい、気持ちいい感じになっております。はい、そこでこれが、アスタリフトのホワイトエッセンスインフォルト、まあ、美容液ですね。これを、ね、シミができやすいところに重ねていきます。これ何がね気に入ってるかっていうとね、アスタキサンチンが入ってるっていうのももちろんなんですけども、ビタミン C 誘導剤とかね、特にねシミの骨に効くって言っていました。なんかね、これ骨に効くってすごいですよね。なので私はシミの元に効くものっていうのを歌っている美容液とか、あ、ホワイトニングのね化粧品を投入していくといいかなと思っております。何、美白ね、私本当にねちっちゃい時ごぼうって言われるぐらい、あの肌がねどっちかというとくすって真っ黒の子供だったんですよ。女の子なのにねかわいそうにって言われたぐらい、本当にごぼうみたいな黄色してたってよく言われたのがコンプレックスだったので、美白ねやらないとって今やっております。でこちらの方ね、乳液になってくるんですけども、これはね肌ラモのシロジュンプレミアム薬用浸透美白乳液、結構長い名前ですね。ね、しっかりつけていきます。でどちらかというとね質感もサラッとしてる状態です。だからあのベタベタしたのが嫌いな方っていうのはすごくねあのいいかもです。あのこれはあのサラッと使える割には水分量がね自分の中では少し多いなっていう、保ってくれるなっていうのがすごくあったので、プチプラの中ではちょっとねおすすめかなと思ってます。これ最後乳液、副鼻水のエッセンスミルクなんですけども、美容液入れてさらに乳液を重ねていく感じで、そうするとどうですか、2つとももちもち、若干やっぱりねこっちにね2つ投入しているので若干このもちもち感が違ってきますが、ファンデーションとか日焼け止めとかって重ねていくでしょう。でそうするとどん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 、うん、あのベタベタしたものをねあの重ねていくので、朝は逆にねこういうさっぱり系のね美白にしといて、夜に、ね、ちゃんとケアするっていう形の使い方でもいいです。でさっき言ったように持ってるものに一つ美白の、ね、美容液であったりとかそういったものを投入するだけで紫外線に強い肌を作って、シミをね作らない透明感のある肌っていうのは今を考えるんじゃなくて先を考えていくので、皆さん美白もう始めてくださいね。こんな感じです。はい、こちらの方がニッコリマークで水分量が47、油分が21になっております。はい、そしたらあの1時間後にね、こちらの方がどういう風に落ち着いてるかっていうのをちょっとデータも取っていきたいと思うので、ちょっとお待ちください。はい、帰ってきました。はい、ちょうどね、2時間弱ぐらい経っちゃったんですけども、ちょっとね測っていきたいと思います。うろってる感じですね。はい、こちらになりました。はい、水分量が45に油分が23で、弾力もにっこりマークですね。ね。拭いちゃいますね。はい、次、こっち行きます。あのね、どっちもちゃんと潤ってる感じですよね。はい、こっちも、はい、潤いマーク出てます。水分量が46、油分が23。めっちゃいい感じですよね。はい、もうあの、2時間ぐらい経ってても、お肌、プリンプリンです。はい、で、どちらかというと、こう、パキーンとしてる感じの、ハリ感っていうのはこちらの方がねちょっとあります。うん、塗った時は潤いって必ずあるじゃないですか。でも1時間後とか2時間後経った時ってどんどんね乾いていっちゃう化粧品も多いので、すごく優秀だと思いました。ね、こちらの方なんか本当お値段ね安いのにめっちゃ持ってますもんね。はい、なので自分のね中でどういう風に使っていくかっていうのを皆さん選んでいただければいいかなと思ってます。美白の方はね特にシミを作らないための美白っていうのを4月、ね、からちゃんとやっていくだけで
本当に1年後の自分の顔は全然違ってくるので、ぜひ頑張ってお手入れしてみましょう。皆さん今日もね、最後まで見ていただいてありがとうございます。はい、今回皆さんね、見ていただいている方に、またプレゼント企画などをゴールデンウィークに向けて考えています。はい、その発表を4月30日にしたいと思っているので、楽しみにしていてください。もしね、まだチャンネル登録してない方とかね、あ、これはちょっと良かったなって思うものは、いいね押していただけるとますますテンションが上がって、皆さんにいろいろ楽しいことを企画していきたいと思っております。では次の動画でお会いしましょう。